疲れー。いや、お疲れ。お疲れーライス。オッケー。あ、取った。アフロ、行きまーす。はぁ、ちっちっちっち。今回の俺は一味も二味も違うのさ。数学だけはめちゃくちゃ勉強したから。あ、ごめん、間違えた。テストの点数か。よし。オッケー。返せよ。目が返すもんか。なんでだ。88点。え、勝ったー。そんなの気まぐれ、そんなのまぐれだよね、りっちゃん。もう一回言って。オッケー。おい、気まぐれったね。ごめん。おい、気まぐれクッコ。ごめん。じゃあ、いきます。じゃあ、私のアップで。おい、掴め。速攻じゃない、この、この、だ、無視みたいな顔しやがって。あ、これ、私は心の中で、デート、デート、デートって言うよ。はい、せーの。デート、デート、デート、デート。なんかいい方法ないかな。りさこ、ご飯できたわよ。あ、はい。よいしょ。よいしょ、ここが。いっちゃんの部か。よっしゃ。くくくくくくく。誰ですただいまー。よし、ヨーピー、ちょっとすごいセクシーになっちゃった。ただいまー。よし、ヨーピーはすっごいテストの点数に執着してたから、なんかテストの点数に絡められれば。うわー、そうだ、今度、よっ、まだいや。ただいま。よいしょ。ヨーピーはすっごいテストのテストです。大丈夫だよ。ただいま。よいしょ。ヨーピーはすっごいテストの点数に注射弱の注射。ただいま。ヨーピー、お疲れ。今度のテストで数学の点数が良かった方か、負けた方。負けた方が勝った方に。ちょっとね、今ね、カロンってなっちゃったんだよ。ほら、テイクバック。いきます。ただいまー。よし、ヨーピーはテストの点数にすごい執着してたから、今度の数学のテスト、負けた方か勝った方に映画をくるね。やったおい、めっちゃ汗かいてた私。おい、よし、じゃあ私服。おはよう。あ、おはよう。お、あ、いった。あ、お、ごめん。おはよう、まあ、押すな。もう一回。ごめん、笑ってた、笑ってた、ニヤニヤしてた。じゃあどうしようかな、おはようって言ったことある。こっちがいい、こっちがいい。テイク2。こっちも入れて、おはようって。いい、いいっていうね。テイク2。あ、こっちでいいか、こっちでいいか。あ、そっちでいい。うん、よーい、いきますよ。よいしょーん。あ、夏子、一緒にやろうや。みずき、あ、どうしたん、またじゃん。本当に苦手。いや、でも夏子のことさん、ちょーん。ちょーん、夏子のこと好きなんちゃうか。でも分かって、分かってる。好きなんちゃう。あ、夏子、一緒にやろうや。みずき、あ、どうした、またじゃん。本当に苦手。いや、シュンは夏子のこと好きなんじゃ。絶対ないから。本当にや。ごめんなんだけど、めっちゃ白いのついた。はい。敬語やろ。違うよ。え、じゃあ陽次郎。そう見える。いや、見えへん。私、物質の鍵を職員室に返しに行く。やり直せ。私、他に行こうかな。みずき、ごめん、お待たせ。あ、お疲れ、ごめんな、夜に。どうした、なかった。あ、なんかあったっていうか、よく夏子からシュンの話聞くやん。あ、うん。で、夏子はみずきの知らないシュンを知ってるんねんって思ってて。シュンなつこはみずきの知らないシュンを知ってんなって思っててんやん。
で、3年になってうちもシュンと遊ぶようになったよ。あー、そうだよね。までだね。ごめん。持ってん…ナッツ、もうちょっと近づいていい、うん、知ってんねんなって思っててん。いきますよ。あ、ちょっと、ナッツね、ちょっと影ができるから、はい、スマホもうちょっと…そうそう、はい。違う違う、なんない、ここがね、分かんなかったんだよ。え、そこ？そこ、前も惜しいやん。いや、もう、本当にもう…うん、もう大丈夫。はい、すごい言葉詰まったけど大丈夫。もう一回やっとく。もう一回やろ、はい、スリッパもう一回出そう。すいません。いや、なんか何も出してないのになんかキラキラしちゃった。薄着症の夏祭りあんねんか、行かへん。あんねんか、にしたっけ。はい。関ヶ原の戦いはいちごのパンツだ。1852年。間違えた。ちなみに関ヶ原の戦いはいちごのパンツだから1582年。しゃ、来た。本能寺が変だね。1582年。いい国作ろう鎌倉幕府。ちょっと歩きます。いくよ。うん。あー、食べ過ぎた、苦しい。でも、間違えた。ごめんなさい。お前は後悔してない。おいおい、あ、よっしゃ。あ、待って、ごめん、ちょっと、はい、書いてないですな。ケツアゴン。誰だ、それ書いたの。そうよっち。誰だ。お前のはね。お前は変わんないね。はぁ、何それ、もっとあるでしょ。ほら、可愛くなったとかさ。それは違うでしょ。相変わらずね。何、顔変わってないね。どういうこと。全然。大人になったでしょ。いや、全然。美人になった。それも違うよ。かっこよくなったでしょ。あんま変わってない。あ、変わったよ。身長だけ。身長は大きくなったでしょ。でもちょっとだけ。かっこいいでしょ。うん。なんか、ケツアゴだし。ゴーヤ。ゴーヤみたいな顔してる。どうかな。え、なんか、あれだね、ケツ、アゴだね。アゴない。親指みたいな顔してるよ。虫みたいな顔してる。虫の裏側。害虫ってよく言われる。殺虫剤巻いてあげる。顔面にね。じゃあ、はーって言ってるとこください。はい。アゴすごい割れてる。から割れたっけ。あ、そうだ、割れてた。はい。モスラみたいな顔しよう。梅田くしゃみで、そんなんか近くにいたら。っていうか、私たちずっと一緒じゃん。てか、幼稚園から一緒じゃない。真似しないでほしいな。真似しないでほしい。こっちのセリフなんて。いや、だって私ずっとボンボン高校行くって言ってたし。俺も言ってた。私幼稚園の時から言ってたし。それは卑怯だよ。卑怯とかじゃない。そんなわけないじゃん。そうだったじゃん。そんなわけない。忘れたの。はい。忘れたの。忘れた。そっか、陽介にとって私はそれぐらいの存在だったってことでしょ。いいよ、別に。ごめん、好きな人ができたんだ。え、好きな人ができたんだ。誰。同じクラスの。あ、そうだ。
私陽介に言ってないことがあった。彼氏できたんだ。え？あの3組の川谷。嘘だろ。本当だよ。俺が好きな人いるって言ってるから。はぁ、そんなわけないじゃん。なんでそんな意地みたいな、意地っぱりみたいな。意地っぱりだろ、昔から。そんなことないよ。そんなことあるよ。俺のこと好きなんだろ。あ、そうだ、課題やってないんだった。話をそらすんじゃない。私、あの、帰らなきゃ。帰らなきゃ。私、待てよ、まだこの課題が解決してないだろ。俺たちの課題解決しないだろ。いいじゃん、だってお互い好きな人ができた、それで終わりでしょ。私はボンボン高校に行く、陽介もボンボン高校に行く。それだけのことじゃん。そう、それだけのことだ。そう、別に何も課題なんてことじゃないし、それだけのこと、それだけ。好きだったよ、前から。前から好きだった。俺じゃダメかな。だって今更そんなこと、しかも好きな子できたんでしょ。嘘だよ。え？試したかったんだ、どんな反応するか。私も好きだったよ。でも友達でいいよ。そっか、友達か。遅いよ。そうだね、遅いよ、タイミングが。分かった、俺たちはずっと友達だ。じゃあ行くね。うん。あ、ちょっと来てみて。お待たせ。あ、そこでいい、オッケー、行こう。お待たせ。あ、いや。切れてる。もうちょいこっちから、もうちょいこっちから、はい、行きます。よ、久々。同じ学校なのに久々っておかしいね。わら。ちょっと待って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 。わらはいい。わらはいいの。わらはいい。あ、ごめんごめんごめん、勘違いした。はい、はい、そうだよ、こんな感じがいいんだよ。ごめんね。部活頑張ろうな。まあ俺部活やってねえけど。私も部活やめた。そう。マジで。